国土交通省は来年度から新たに全国一千四百キロの道路で電線を地中に埋める無電柱化に取り組みます国交省は災害時の重要な道路やお年寄りのためのバリアフリー化が必要な道路について電柱を取り除くことを義務化するということです JR 秋葉原駅近くの商店街です こうしてみると電線が張り巡らされているのが分かります。こういった場所もいずれは無電柱化される予定です。来年度から3年間で全国1400キロの道路で電柱をなくすことが目標で、具体的な場所については今後国と自治体が協議して決めます。